村田選手に聞いて。2回戦で1回敗退という宣告されましたが、それから判定が覆ることになり、無事銅メダルを取ることができました。ロンドンでは日本の、テレビ放送とか全然見てなくて、で日本がどれだけどれだけ湧いてるかっていうのは全然分からなかったんですけど、昨日帰国して本当に盛り上がってるなというのは本当に空港からずっと感じてました。これからやっぱり小さい子どもたちなど僕と村田の活躍を見て始めてくれると思いますので、やっぱそういうちびっこボクシングなどにちょっと顔を出して、2人で顔を出して後進の育成などそういうのを本当小さい積み重ねですが村田と一緒にやっていけたらなと思います。強化についてもプロのジムとスパーリングに行ったりとかですね、すごくいい状況で、ね、試合に臨めたことが良かったかなと思います。もし僕たちの活躍が何かいい影響を与えるのであれば、本当にそれは光栄なことですし、今までこの競技に光が当たっていなかったことっていうのはオリンピックのメダルがなかったからだと思いますので、これがゴールではなくてスタートだと思いますので、これからこの競技が発展していくことに、もし僕が少しでも力になれるのであれば、これからもぜひ協力させていただきたいと思います。で、プロの転向というのは今のところ考えてはいません。ただロンドンオリンピックというものが終わってから、このようにいろいろ見えてくるものというのも変わってきていますので、まずはゆっくり休んでから全てのことを考えたいとは思いますが、僕のすべきことというのは感謝のを行動に表すことだと思いますので、まずは自分を支えてくださった人たちにどういったお返しができるのか、どういう道を選ぶのがベストウェイなのかということを考えることから始めたいと思います。